どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、超獣武者デッキだ。男権現坂アーク5、僕もそんなにアーク5そんなに詳しくないから、なんだろう、そんなに語られることはないんだけども、アーク5でサムネイルにもなっている権現坂っていうのがすごい暑苦しいキャラクターがいるんですけども、鉢巻きでつけたリーゼントのあいつがいるんですけども、やつのデッキです。でどういうデッキか、これね全部説明するとすっごい長くなりそうなんで、まあちょっと簡単にね説明していこうかなと思うんですが、超獣武者っていうモンスターに超獣武者ソウルっていう、まあ、装備みたいな、カードを装備して、まあモンスターだけど装備魔法になれるみたいな、ユニオンみたいな感じ、あれで装備して戦っていくっていう、そういうデッキになってまして、でですね、モンスターの効果の特有の効果があって、墓地に魔法トラップカードが存在しない場合に結構強い効果を持ってるんですよ。だからフルモンとかで、組むのが主流なんですよね、超獣武者っていうのは。でエースカードから先に説明していくんですが、エースはシンクロモンスターたち。シンクロモンスターたちは基本的に守備で殴れます。守備で殴れる。で呼吸とするみたいな感じなんだけど、上位互換みたいなのがあって、守備で殴るんだけど守備力を攻撃力として換算しますっていう効果を持ってるんですね。だからこいつだったら2800っていう守備力で殴れるんですよ、守備表示のまま。だから攻撃反応系とかにはすごいめっぽ強い。でですね、シンクロモンスターの効果から説明していくんですが、こいつね、自分の墓地に魔法トラップカードが存在しなければ、攻撃力、もともと守備力、これを半分にしてダイレクトアタックができます。つまり1400でダイレクトアタックができると。で、こいつ効果と破壊耐性実質持っていて、効果で破壊されると次のスタンバイによみがえるっていうね感じ、強いね非常に。でこれ武蔵は、シンクロ召喚に成功すると墓地の超獣武者を回収できる、まあ超獣武者じゃなくてもいいけど機械族モンスターを回収できるということで、武蔵を、3人で出すんですよ。まずは、この辺のホラガイとか影帽子で出して、で、このホラガイを回収すると、でホラガイをもう一回特殊召喚して、7に即座につなげられるっていう、そういうコンボですね。で、あと QB もね、まあこれあんまり使わないけどほとんど、一応自分の墓地に魔法トラップがなければ、守備力が自分相手のフィールドの特殊召喚されたモンスターの数かける、まあ、900アップすると、まあ、3400以上には基本的になるという感じですね。でこれ主天道陣はハーピーの羽防御を内蔵している。シンクロ召喚に成功した場合に相手のフィールドの魔法トラップカードを破壊すると。これで、レベルコピーに今回一応しててスキルを、これレベルコピーじゃなくてもまあいいのかなと思うんですけど、一応ね、3人しかない時とかにも主典同時出したりとか、まあ、一応できるかなと思って一応入れてるんだが、あとあれね、ラバゴとかラバゴレベルを3にしてなんか武蔵にして処理するとかもできるんだけどね、まあ、これレベルコピーじゃなくてもいいような気はする。ディフェンスチャージとか守備力上げるディフェンスチャージとか、あと底なしを回避できるアーバヨとかでもいいような気がしますね。はい、スキルはちょっと調整中で、メインギミックのモンスターたちは基本的にフルモンなんですけど、さっきの効果があるから、まあ、防御技はクリボールですね。防御技はクリボールで、超獣武者っていうモンスターと、あと超獣武者に装備できる超獣武者ソウルっていうカードがありまして、で、まあ、ソウルを超獣武者に装備してなんかいろいろするんですけど、先に装備から説明しようかな。超獣武者に装備すると、守備力を1200アップできる。グレートボール。まあ、これが、まあ、実質、打点アップ要因ですね。はい。で、これ2回攻撃できるようになります。強いですね。まあ、シールとか、まあ、シールじゃねえや、あれなんだっけ、トライスか、先行の創剣トライスみたいな感じですね。はい、で、サーチャーが第8ですね。第8サーチャーっていうのかな、リクルーターか、実質も、第8は、こいつを召喚するんですよ。それから特殊召喚するんですよ。そうすると横にあります、守備になる、まず召喚に特殊召喚するとグキッてぎっくり腰になって横になる。で自分を効果で縦にすると超獣武者ソウルを持っておれる。で持ってくるカードが、まあ、岩投手か、まあ、この仲裁なんですけども、仲裁は、装備できるんですよ、まあ、そもそも超獣武者ソウルっていうカードが超獣武者に装備できるんですけども、超獣武者に装備してこいつと装備してるモンスターをリリースするとあれっす、リクルートできます。超獣武者なんでも、だから何でも出せます、特殊召喚できます。これが強い。で岩投手はフィールドから墓地を送られると超獣武者を持ってこれるっていうのなので、まあ第8に
岩投手と仲裁を装備してリクルートプラスサーチをするっていうのが基本的なムーブですね。はい、でレベル3の影モンスターたちは、これの影帽子、そしてグローブ、このモンスターたちが強いんですよ結構。影帽子はですね、墓地に存在していると超中武者の一体を対象に取る効果、無効にして破壊できます。はい、これ強い、非常に、これ非常に強いで、これも強くて、フィールドから墓地を送られるとカードアドバンスするんですけど、まず効果でデッキトップ5枚見て順番入れ替えるみたいな、このカードが墓地に存在して直接攻撃を相手がしてきた、そうするとデッキトップ見て超常武者だったらドローする、で相手の攻撃力をゼロにできるんですよ。このゼロにするっていう効果が結構ね、これ4000とかになるんですよね、忍び足のなんか守備力が。だからゼロにしたやつを4000で投げることができるんですよ。結構強いですこれ、うん、だからまあこれ1枚入れればいいかなっていう感じですね。でホラがいい、これがチューナー、唯一の今のところ採用しているチューナーなんですけれども、これ強いんですよ。自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合、手札から特殊召喚できるっていう、これ単位制限ないです、何回でも特殊召喚できる、強いよね非常にね。で一応まあ、アドバンス召喚とかの、効果もついてますけど、これあんまり意味ないです今回のリンクスでは。はい、ということで早速ね、ちょっと若干のスキルの迷いっていうのはありますけども、男リュンゲンザカによる魂のダイレクトアタックをね見せつけていきましょう。あ、ちなみにちょっと今回長すぎて、対戦が1戦目と2戦目激アツすぎたんで、2戦しかないです、対戦なっけえと思う動画が。うん、デュエルスタンバイ。さあお相手の方、木馬くんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。超獣武者第8を攻撃表示召喚、第8の効果発動、自身をぎっくり腰でブキッてやって、でグギッてやったらもう即座に治療。ですね、岩投手あるんで仲裁ですかね、これは。ホラガイもあるんで、この仲裁ですかね。でね、この動きが結構強くて、仲裁と岩投手を手札に抱えると、で第8がいる、この場合結構ね好きな、なんか鬼ムーブみたいなのできて、仲裁を装備すると、まずは。で、岩投手も装備していくと、これで岩投手でサーチが入る、で仲裁の効果でリクルートができると、よいしょ。で好きなやつ持ってくるんで、まあここはまあ対象無効でいいかな。影帽子、これ墓地に置くとくのが強いんですよね。はい、で、岩投手効果でグレートボール持ってきて、でホラがいい特殊召喚していきましょうか。 OK、 ちょっと一応影帽子は1枚残しておきましょう、というようにね、次の、2体目の新キャラができるんで、一応種になるんでね。豪胆なるほど、大山のごとし、双剣携え、剣山せよ、混沌渦巻く戦場に、新規の召喚、レベル5、超獣剣聖、ムサスイ、ムサスイの効果発動、ホラガイーを回収し、さらにホラガイーを特殊召喚、そして俺はレベル5、ムサシイ、レベル2、ホラガイーをチューニング、早きこと、風のごとく、静かなること、林のごとし、おとなく忍び、とどめを刺せ、新規の召喚、いでよ、超獣忍者、忍び足、そして、グレートウォールを装備、4000、魂を、打点4000、男、龍源坂、魂のデッキ。ちなみに、こちらの、忍び足さん、元々の守備力を半分にすることによってダイレクトアタックできるっていう効果を持ってますんで、2800を半分にした、1400に1200が、追加されまして、2600でダイレクトアタックをすることが可能です。強い強い、これは強い。ちなみに守備表示のままでね、まあ、攻撃反応系のなんだろうな、そういう魔法トラップ、例えば分断の壁とか、あとまあ波紋のバリアのベイブフォースとか、ああいうのはもう一切気にせずに殴っていっていいんですよ。まあ一番怖いのがカナディア硬化、まあ硬化怖くないな、こいつ一応破壊出してあるんで、まあ、カナディア底なしなんですよね基本的には。まあ底なしは先に出しちゃえばまあ別にいいですし、カナディアも一応この影帽子で無効にはできるんで、まあ、途中でその裏返されるのが一番辛いけど、結構ね耐久力があるんで、硬化破壊されても一応出てくるから、墓地から次のスタンバイに。辛いのは、コズミックサイクロンをされる、まず岩投手を、で普通に戦闘破壊されるっていう、
まあ2800そんな簡単に戦闘破壊できるデッキあんまりないけどね。あ、これも辛いね。あやかし神も辛いわ。これぼっちの知らないを除外すると、まあ、こっちの魔法トラップカード1枚割ってくるんで、打点上げながら、まあ、2800超えられないんで、まあ、一応打点的にはまだ大丈夫ですけど、グレートボール剥がされるのはめんどいわ。グレートボール剥がされちゃう。いやー、まあコズミックサイクロン環境なんでね、結構ねグレートボールとかは剥がされやすいですね、割と。なんでまあグレートボール3枚積みしてるんですよ。コズミックサイクロンさでもなんかひたすらつけていくっていう、2枚3枚つけていくっていう。岩投手か。うん、岩投手は装備した方がいいか。岩投手はね、これ別に装備されてされた状態でなんかこいつが破壊されて墓地に行ってもなんか手札に超重武者持ってこれるんで、で2枚ちょっと怖いな。まあでもあんまり気にしててもしゃあないんで、これ殴りますか普通に。ケイ手裏剣、忍び手裏剣100連打、カナディア OK。 カナディアの効果は、墓地の超重武者影帽子の効果、このカードを除外し対象に取る効果を無効にしていくぜ。あ、狡猾されちゃう。狡猾はまあいいか、それは別にいいや。これ戻ってくるから次のスタンバイに OK で、岩投資効果を発動して、これは中ナかな、さすがに。第8もあるけどな、中ナでいいか。シンプルに中ナでいいんじゃないかな。これ第8持ってきても特殊化ができないから、これね、フォラガイでいいわ。これで3人で次の、ターンも5新キロ7新キロでいきましょう。何しろで、スタンバイフェーズいいですか。自分スタンバイフェーズいいですか。あっ、忍び足の効果、このカードが効果破壊された場合次のスタンバイによみがえるぜ。いやー、これね結構ね強いね。狡猾実質嫌いみたいなのがあるから、アレイスターかー、めんどくせえなー。あ、やべえ、これ戦闘破壊されそう。戦闘で破壊されそう。ぐぬー、戦闘破壊やめてよ。28をさ簡単に戦闘破壊してるのやめろって。何でできるんだろう、召喚魔術。いいよ、地属性これ。メガラニカめんどくせえ、メガラニカガチだるい。はい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 、プルガトリオか、なるほど、プルガの方か。まあ、プルガの方が殴り返しができるか、一応 OK。 でもアレイスターは使わないと、あれだよね、突破できないはずやから、アレイスター1枚使うのは確定って感じか多分だけど、アレイスター OK で25が35になると、ただ返しで25やから、まあ多分、もう1回7つければ殴り返せる。ちょっと魔法トラップカードセットはやめていただきたいと思ってます。さあ考えております、モクマ君。これね、新デッキ使うと、これあるあるなんですけども、新デッキ使ってると相手が効果を読む時間がめっちゃ長いんで、対戦めっちゃ長くなるっていうね。何、俺割とサクサク終わらして3戦入れたいんですよ、基本的に動画には。勝ち勝ち負けみたいな感じでなんですけども、まあ、勝ち負け負けみたいなのもいいけどね。なんだけども、新パックのデッキ相手が効果わかんなすぎてめっちゃ効果読むんですよ多分。これ今読んでんすよ多分、これ投げんすよ、だから投げんすよ相手のタイムが。オッケー、あれでした、オッケー、いいよ。マジでタイムレスコンボになる。でまあそれは問題ない、殴り返せる。ドロー、オッケー。第8しとっか一応。これ対象向こうもういらねえわ多分。これこうして、わかった、これあれや、グローブや、これグローブや、これグローブで、グキグキってなって、これ回りくどいですよね。こいつのサーチ方法回りくどくないこれ。なんかこれ回りくどいんだよなこれ。これやるんだったらさ、なんかまああれか、守備表示なのか大事か、まあ、仲裁ですよねこれね。仲裁で持ってきて、で仲裁装備して3出していきましょうか。あいつをグローブを、いや結構ねこのグローブがね意外と強いんだよね。これね1枚でも刺しておくと結構違いますよ。超重武者グローブさん、グローブさんはこれフィールドから墓地送られるとシンクロスライドもいいんだけど、墓地送られるとあれです、カードアドバンスします。デッキトップ5枚に順番入れ替えるっていう。はい、でレベル5-5-2シンクロで超重武者牽制出していく。で牽制効果、墓地の機械族モンスターを1体回収できるんで、まあ、これでシンクロモンスター戻すとかもできるんですよね、もちろん。2チューナーホラガイを回収していく。でグローブ効果でデッキトップの順番を入れ替えていく。5枚な。どうしようかな、なるほど、グレートウォール、違うわ、こうして違うわ、
こうして、できたとこれめくりたいからこれを、持ってくるでしょ。それでこれで2番目これでで、ちゃうわ、こっちでこうでこうか。これね、デッキトップ引きたいカードを置いとくといいです。次、グローブで引けるんでワンチャン。こうするでしょ、でここ進化するでしょ。いけ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 、よし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 。ちょっと結構ね操作量は多いっす、このデッキ。意外と忍び足特徴化していく、忍び足でバトルしていく。プルガトリオさんはぶち殺していく。オッケー、ターン終了。これマジでこの光景謎すぎない？でも守備表示で相手ぶん殴って破壊するっていうのがこのなんか謎のなんだろうな、このなんかこう横にしたままでこう殴ってる感じね。これなんか面白いよねこれ。はいはい、で宮塚さんいいよ、効果破壊は問題ない、戻ってこれるから。効果破壊耐性あんの強いよやっぱ忍び足。オッケー、モノロベ、オッケーで、モノロベ効果、オッケー、モノロベ効果で、まあレベル2かな、24で6かな。これスキルなんだろうな、わかんないねスキル。木馬くんか、なんかモンチェンとか、ぐらいしかあんまり木馬くんって強いスキルなかったような気がするけど、これなんだろうスキル、ちょわかんねえな。まあいいや、はい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 、で3出していくと、なるほど3、4か、あやかしが2枚入ってるか感じこれ。あそっちね、はいはい、でも守備表示だよそれ、守備だよねこれ確かね、特殊化されんの、除外されてる、はい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 、守備でね、なるほど、はい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 、オッケーです。りょ、これさあれだんね、443できないから、これ今普通にだってこれ殴るしかないね、これ単純に殴ってくんのかな、もう殴ってなくてもいいんだけど別に。あーそれはね、あそれやばいんじゃないこれ。俺それだゼロになっちゃったけど大丈夫ですかそれ、これ分からせるスタイルじゃないこれ、分からせるスタイル、これ分からせちゃうスタイルじゃないこれ。で忍び足が蘇ってくる、でグレートモール装備するとなんと打点が4000でアタックができてしまうということなんですよ。対戦ありがとうございました。分からせてしまった男、男リュンゲン坂対戦ありがとうございました。さあお相手の方インセクター博さん、よろしくお願いします。デル3倍インセクター博さん最近見なくなりましたね。フライング規制っていうあの最強のスキルが、あの昆虫族をいっぱい入れないといけないっていう超絶弱体化をね、あのされましたんで、あんまり見なくなりましたね。オッケー、これいいね、これちょうどいいね、い岩中できんじゃん、岩中、岩中、岩中できんの強いわ。オッケー、でこうして、いや岩中めちゃくちゃ強いんだよねこれ、これやるとほんとね、なんかね、なんかもっとやりたい方だみたいな感じだから。先行やっぱ強いね、やっぱシンクロデッキだと高校ってマジで妨害されるんで、やりたいことを先行でやっておくのは大事。岩投資効果で、岩投資効果でグレートウォールじゃねえ、間違えた、グレートウォールでいいかこれ、グレートウォールでいいんじゃねこれ、これやべえわこれ、打点ええことなのこれ。これ打点やばいわこれ、打点鬼多分これで、こうしてこれとこれでご神経をしていきましょう。いやー、いやこの守備の毛がさ、何5200とかなるんですよこれ、5200とかいうやべえことになるんですよこれ、これやばいわ、楽しい。これさ、男権限坂とか言ってさ、調子乗って新規のしなんか、俺男気溢れてるんだぜみたいなオーラを出してくるんですけど、あいつなんかあれなんですよね、守備で投げるっていうのがすごい陰キャ悪感溢れる戦法なんですよね。これどうなんこれ、なんかすごいドヤ顔でさ男権限坂とか言ってるくせにさ、やってることクソ陰キャっていうね、忍び足なんか守備でアタックするんですよ俺。これ3800で代で叩くできるんですよこれ。いや陰キャじゃないそれ、さすがにさすがに陰キャなんだけど。オッケー、インセクター博さんこれどういう気なんでしょうか。セッツオッケー、セッツオッケーです。ミスラ、ミスラ、ラバコですかもしかして。ちゃうわ、それはやばいわ。ちょっと待って、やばい、やばいって、これはやばいな、これグレートウォールの効果使うしかないか、もういやもうグー使うしかないか、これやばいわ、ちょっと待って、これでこれちょっとやばいやばいで、グレートウォールの効果で無効にしてね、あいやこれはいいんだ、無効にして守備力をゼロにするっていう、
ちょっとやばい、それはやばい、それはやばい、やばい、どうしよう、ちょっと待って、やべえ、置物だった、置物つらい、置物つれえよ、どうしようかな、これこれどうしよう、え、どうしたらいい、これえ、これみ、助けて助けて、あ、やばいって、あの陰キャモンスター強いよ、ちょ、やばい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 、いや、ラバコ出てくるな、ラバコでいいや、ちょ、ラバコ出させよ、一回一回ラバコだ、あー、来るのか、来る来る来る、オッケー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 、これなんだよ、このデッキ、クソ陰キャじゃねえか、ふざけんなよ、フライング規制もう規制されたっつったろ、なんでハガなんだよ、チキショー、ドロー、グローブ、オッケー、これどうしようかな、これで1500バーンはマジで、命締めるから、ちょっと考えるわこれどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、あ、でも分かったぞ、これってさ、こいつってさ、こいつダメか、こいつダメ、こいつは、あ、これ汎用シンクロやから武蔵を出せばいいんだ、召喚すんじゃん、消化すんじゃん、第8はこれなんもないか、攻撃反応系だな、で第8縦にして、分かった、ひらめいた、仲裁持ってくるじゃん、で、仲裁装備するんすよこいつに、で仲裁効果で、リリースするんですよ、でチューナーを出してくるんですよ、チューナー出してくるんですよ、でスキル発動してレベルコピーするんですよ、でこれでこいつのレベルを3にするんですよ、これうまいオッケー、ラバコ処理できる、これ強いぞ、このレベルコピー生きた、オッケー、これ強い、いけ超獣剣聖武蔵レベルコピーの新たなる可能性を見出したぞ俺は、で武蔵の効果でこれ一回チューナーか、一回チューナーくせえな、これ一回チューナーだな、でですね、これはね、武蔵はね、出す、武蔵じゃねえや、忍び足を出すとやばいことになるんで、オッケー、了解、あと1200、オッケー、あとはなんとかして、あの1体のダイレクトアタックをかまし続けるっていうだけかな、基本的には、あー、オッケー、ね、あとは俺は1体の、ダイレクトアタックをかまし続けるだけだから、まあ、とりあえずこれは投げるか、1回、モンスターは、あー、そこはしかんのラバコとか一番辛いんだよな。とりあえずこれ殴るわ、なんもないか、あー、なるほど、いや、底なしとかがめっちゃ辛いんだよな、これどうしよう、これシンクロして足しちゃってもいいような気がするけどな、これ次のターン、ちょ、打点上げる魔法欲しいですね、魔法じゃねえや、モンスター超獣武者ソウル、あー、なるほど、ちょっと考えますか、これは決めに行くか、これ決めに行くか、第8召喚で第8効果で横にして縦にする、でグレートウォールでこれバック除去して、まずこうでしょ、あ、オッケー、なんもない、オッケー、いける、超獣武者第8にレベル2、ホラガイをチューニング、おたけび上げよ、神々しき鬼を剣山せよ、氷雪スタブ戦場に新規の召喚、いざ出陣、レベル6、超獣新規主天道寺、主天道寺の効果ハーピーの羽ぼき、これはね違うわ、これはこれもらった、これはもらった、超獣武者ホラガイを特殊召喚、そしてレベル5、超獣剣聖武蔵にレベル2、ホラガイをチューニング、早きこと風のごとく、静かなること林のごとし、大人く忍びとどめをさせ、新規の召喚、いでよレベル7、超獣忍者忍び足、そしてグレートボールを忍び足に装備、しゃー、クソ陰キャがくたばれ、対戦あれ何、貴様やりよるな、なかなかやるじゃないかな、なかなかよしあ、終了だ、いやー、なかなかやりやがるな、あいつ粘ってきやがるな、ドローセンスち、なにこれ、え、これまさか、まさかの、あ、でも大丈夫か、グレートウォールある、グレートウォールある、1200、いや、
何こいつやめてよ、何こいつマジで。あ、でも攻撃反応系か、攻撃反応系か、ブラストじゃないか、攻撃標準していく、でもバトルしていく、ダイレクト魂の何これ、あくっそ悔しい、くそったれー。